皆さんこんにちは。最近眉毛の脱毛を始めました、つかさです。よろしくお願いします。ちょっと眉毛の上が青すぎて、経過レポートをたまになんか動画に挟めたらなと思っております。はい、ということでですね、今日は何をするかと言いますと、何このファイティングポーズめっちゃまあね、ちょっと話逸れちゃったんですけど、まあ本日は何をするかと言いますと、私の毎日メイクです。まあ私見ての通りサチの薄い顔をしています。私まあ眠たそうとかだるそうってよく言われるんですよ。仕事とか行ってても今日すごい疲れてるとか、そういうのもちょっと嫌なのもあって、華やかさを求めてメイクを毎日しているんですね。ということでですね、私の毎日メイク兼私の華やかな感じのメイクを、ちょっと今のさ動画テンションでさ、ちょっとおかしいなって思うでしょ。テンション高くないとかと思うでしょ。昨日その YouTube 関係の人とお話しする機会があって、モチベ上がって今このテンションというわけでですね、私の毎日メイク兼華やかメイクやっていこうと思います。チュルチュル。カラコンですね。カラコンはですね、まあ私日によっても違うんですけど、ミンカラの 16mm のブラウンをつけてますね。これだけでもね、だいぶ眠たい目がね、なんかすごく開くような感じがするんです。下地類はもうこの2つで定番ですね。キールズブラーとキールズ DS UV ディフェンストーンアップクリーム SPF 50 PA プラス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 。ほんとにずっと使ってる、永遠に。大丈夫？美容系としてはなんかいろいろなんか試みて使うべきなんだろうけど、チャージはもうこれでいいっす。そのくらい毎回ちゃんと使ってますね。次トーンアップクリームの方塗っていきます。文字通りトーンアップしてくれます。伸びも良く、肌に潤いを与えてくれます。これはね、化粧下地乳液ってやつでね、乳液なんですよ、ほぼ。保湿してくれるんで、冬場とか乾燥の時期におすすめなものですね。この下地たち最強じゃない？こうツヤ感？最強。そしてね、私実はですね、あのファンデーションを卒業しました。塗る時もあるけど、塗らない時の方が最近は多いですね。でも隠したいとこはやっぱ隠したいんで、コンシーラーだけはやめれないですね。キャンディードールハイカバーケアコンシーラーライト&オレンジってやつですね。これ明るいのとオレンジかかってるやつ両方あってですね、明るいのは目の下のクマとか、オレンジは青みがかったところ、私の場合眉毛だったりだとか、まあちょっと口周りだったりだとか、そういうところに塗っていきたいと思います。これがね、すごい伸びも良くてカバー力もいいから、なんか柔らかすぎないテクスチャーです。柔らかすぎるとさ、カバー力がないみたいな感じになるけど、でもかといって硬いと地割れ起こるしみたいな感じなんで、ちょうどいい感じ、本当に。これで馴染ませていきます。まあ軽く手で伸ばしたら次はやっぱりスポンジで叩き伸ばしていきます。やっぱりスポンジで叩き伸ばすっていうのが一番私は肌にマッチするような感じがしていいですね。ただやりすぎると全部取れちゃうことあるから、ちょっとやりすぎないように。キャンディードールホワイトピュアパウダーシャイニーですね、こちらを使っていきます。これはなんかツヤ肌用らしいです。これすごい気になってて買っちゃいました。確かにツヤを残してくれるパウダー感あるよね。ほらツヤをより強調してくれるような、でも触るとサラッサラっていう、これ惚れた文字で。次はハイライトを塗っていきます。キャシードールフラッシュミーですね、こちらの1番を使っていきます。これをまあ大きい筆にとって鼻ですね、顎、あと目の下、中眼面がすごい長いんで、ちょっとこっちとこっち今からちょっと塗るんで見比べてほしいんですけど、ここの間のところに入れるとわかる？なんかこっちの方が短く見える、こっちの方がやっぱり長く見えるでしょ。この辺を立体的に見せることによって、こういう風に広がってるように目の錯覚で見えるから、ここがちょっと短く見えるんですよ。これよかったね、おもながさんとかやってみてほしいなと思います。光を差し込んでくれる系のハイライトだったんです。 MAC のライトスカペードとかでも多分これはできると思います。はい、じゃあ次はシェーディングを塗っていきます。シェーディングはですね、こちらですね、 MAC ミネラライズスキンフィニッシュナチュラルミディアムダーク。言えたー。真正面を鏡見た時とかに、ここいらねえなと思う部分でサッ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 って花粉出てきたんかな。次は眉毛を描いていこうと思います。サナエクセルスタイリングパウダーアイブロウピンクブラウンですね。こういう感じの色味になってて、ここの色を使います。今キンとしてて、眉毛のピンとしてる部分に私は今埋めていくような感じで
比較的楽に眉毛が描けるようになりました。ティントってちょっと優秀だなって今更ながらすごい思って、最近ティントをしてますね。まあ3日に1回ぐらいやるけどね、やっぱり言うて1週間もたん。顔なんて1日2回も洗うわけだしさ、逆に1週間も残すと一体何が入ってんのってなっちゃうもんね。そのまま鼻を描いていきます。鼻はこことここの色を混ぜて使います。最近ね、なんか結局鼻高い方がいいんじゃないかって思いすぎて、中国、韓国とかそっちのアジア系の鼻を作るのを諦めて、ストーンって全部一気に落としちゃってます、こんな風に。で、鼻の下にも引いていきますね。これは人中短縮効果。この唇の上にもちょっと影を作ってあげる。さっき作ったこの鼻筋の線をですね、この一番下の一番薄い色でぼかしながらしていきます。そしたら次、眉マスカラですね。キスミーヘビーローテーションカラーリングアイブロウ03アッシュブラウン。次はチークを塗っていきます。これもタイの化粧品ですね。キャシードールのマリブサンセットブラッシャーの01番。すごい可愛くない？マジ超可愛いと思うんだよね。さっき使ったハイライトのフラッシュミーもちょっと混ぜながら使っていこうと思います。ブラシを変えました。こういうブラシにしました。なんかこれチーク用のやつなんですけど、ずいぶん昔に買ったやつなんだけど、まさかここで使うとは思わなかったよね。発色がちょっと濃すぎるけど色が可愛い、どうしても使いたいっていうやつとかは集中的にこうトゥン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 ってできるから、あやっぱいいんだなって思って、フラッシュミーとね一応ちょっと混ぜて、それをくるくる手の甲にやって、上の乗っけたいところに向かって乗っけていきます。チークってすごい重要だよね。どう塗るかによってすごく変わらん。頬骨のちょっと上ぐらいが一番濃くなるようにしてます。じゃあ次はアイメイクをやっていきたいと思います。スリーコンセプトアイズのオーバーテイクっていう色ですね。中がこんな感じになってます。かわいいよ、なにこれかわいい。ただ私この9色のパレットのやつをまともに使ったことが正直なくて、今すごく模索しながら使ってます。でも色が可愛いんでね、なんかまあどんな塗り方しても基本的には映えると思うんですけど、今から塗るやり方は果たして合っているのかって言われたらちょっと微妙なところがちょっとあると思います。この色ですね、この色を指にとってですね、アイホール全体、上下ともねアイホール全体に塗っけていきます。そしたらど真ん中のこの色をですね、また指に取りまして、二重幅よりちょっと上まで塗っていきます。この目頭の方のギリギリのところまでちょっとでもいいから濃いめのシャドウ塗ってあげると目がちょっと寄ります。今塗ったこのシャドウはここまで塗ったんですけど、下まぶたの目頭側にも乗っけます。これ目頭側の方にも乗っけて、結構寄り目っぽくなるじゃないですか。離れ目コンプレックスの方にもね、よくやってみてほしいなと思います。一番上の色ですね。この一番上の色を乗っけていきます。これ一番キラキラしてる色なんでね、すごい涙袋とかにはいいんじゃないかなと思います。ちょっとさっき目頭塗ったところと被るぐらいまで、一番左角のやつですね。これを筆に今度は取ります。これちょっと発色が濃いんで、手の甲とかでこうやってちょっと出してあげてから、目尻側にちょんちょんちょんと塗りながら、指でぼかしていきます。これで目尻の目の大きさを確保していきますね。涙袋に塗ったシャドウに戻りますね。上の真ん中のシャドウをまた指にとって立体的になる部分、目のど真ん中にですね、こうサッと入れてあげますね。そのサッと入れたらこうなるんですけど、それをちょっと指でまんべんなくぼかしてあげましょう。サッて塗るだけだともうめっちゃ崩れそうで怖くて私伸ばしちゃうんだよね。目尻の方とかもさ、色が生えて、で、しかも、前頭側も色が入って、なんかすごいだいぶ華やかな感じになってきたと思います。シャドウは次で最後なんですけど、このシャドウですね。このシャドウで、下まぶたの目尻側を塗っていきます。こうやってやるとね、すっごいなんか発色良くて綺麗ですね。最近塗ってるシャドウの感じは、こんな感じ。ね、まだ不慣れなんですよね、ちょっとこのシャドウに関しては。でもなんか慣れたくて毎日頑張っていろんな試行錯誤して使ってる最中ですね。コージードーリーウィンクリキッドアイライナーウォータープルーフスーパーブラウン。これ茶色の中でも結構発色濃いんですよ。なんかこうやってやったらわかるんですけど、結構黒に近い茶色って言ったらいいのかな、なんかディープブラウンみたいな感じの色で、ちゃんと茶色なんですけどくっきりした茶色の感じなんで、すごいいいですね。なんかくっきりさせたいだとか、目頭側の開きをすごく良くしたいんですね。そのためには目頭
のところをちょっと太く描くんですよ。こんな風にこっち側ちょっと今からやるんで、こっち普通にまつげの間に埋めただけなんですけど、こっちはもう形を作ってある状態、なんか開き方が全然違うと思うんですけれども、目頭側の方を太めに描いて、それの太めに描いたのに合わせてスーッで目尻側をなじませてあげる。そうすると目の開きがすごくよくなってるように見えるんで、目の開きが悪い人とかにはすごくおすすめのやり方ですね。目尻はですね、最近はちょっと垂れさせすぎずっていう風に、あのすごい目尻側では意識してて、ちょっとこんな風に横向きに向かってスーッて流してあげる感じが最近はすごいいいなと思ってます。ちょっと最近のパリジェンヌラッシュが取れてきた感じがするんで、ビューラーをします。マスカラを塗っていきます。ランコムイプノーズ WP01 ブラックマスカラですね。上の方はこれで大丈夫です。これをそのままささーっと塗っていきます。でですね、これをまあピンセットで軽く整えてあげます。久しぶりに登場かな。はい、じゃあ次は下のマスカラをしていきます。メイベリンラッシュニスタのブラウンですね。これを使っていきます。はい、じゃあ次目頭切開ラインですね。目頭切開ラインもちょっとだけなんかこっちの 目頭側の方に寄せて描きたいので、ちょっとだけ引いてあげます。ですね、次は涙袋の線を描きますね。涙袋の線もいつもと変わらずですね、サナニューボーンラスティングダブルブロー EX04 番キャメルブラウン。リップなんですけど、リップはちょっと最近のお気に入りができました。ボリカシアープランプティントの03番ですね。シアー03っていうやつですね。これすごい発色良さそうに見えるでしょ。でもこれすごい透明感あるように仕上がるんですよ。ディオールのマキシマイザーと一緒で、ちょっとピリピリして、でぷっくりして、しかもジューシーな感じな色味なんですよ。すごい良かった。これ本当にびっくりして。こうやって見るとすごく濃そうに見えるよね。色とか発色が良すぎるものつけたりとかすると、ボーンってなっちゃうんですよ。口が。マジで。はい。ということでですね、メイクが完成いたしました。今から髪の毛をセットしていきたいと思います。チュルチュル。はい。というわけでですね、お着替えの方も完了しました。今回の動画ね、すごいいろいろな情報がなんかてんこ盛りな感じになったんですけど、いかがでしたでしょうか。中眼面を短く、目を近づけさせる、円柱短縮メイク。で、アイシャドウで華やかさを出して、でアイラインで目をくっきりさせる。なんかまあ私の毎日メイクはこんな風にだいたい小細工をめちゃくちゃしまくって出来上がっています。でもなんか顔がこうなんて言うんですかね、もうパッてするんで、服装はなるべくシンプルめにするようにしてますね。今日とかもこんな感じの、まあまあ一回動画で見せたことあるか、これ確かねあると思うんですけど、まあこんな風に私はまとめています。今回の動画いかがでしたでしょうか。少しでもね、皆さんのね、コンプレックス改善だったりだとか、少しでも参考になればというふうに思っております。この動画がもしよかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。ということで、いつもつかさでした。バイバイ。